お待たせいたしました。改める会見を始めさせていただきます。お待たせしました。ちょっともろもろ後ろずれ込んだものですから、すみません。まず本日の感染者数65人でございます。で、まあ、この3日間でいうと52、46、65という推移でありますが、直近1週間平均で見ますと 70.9 人、それから直近1週間の10万人当たりの新規感染者数は 23.46 ということであります。まあ、ステージ4は25ですから、まあ、ステージ4をちょっと下回っているということです。それから病床使用率が 64.5% ということで、まあ、ステージ4を上回っているということで、ステージ4に当たるということですね。厚生労働省の公式資料によりますと、公表資料によりますと、まあ、首都圏を中心に全国で約3万人が自宅療養しているということだそうでありまして、まあ、私どもは引き続き、まあ、自宅療養者ゼロで堅持していきたいというふうに思っております。県内の県域ごとの病床の利用率でありますが、中濃県域は再び 100% に戻りました。一方、岐阜県域は少し減って 75.4%、それから飛騨県域が例の高山西高校の関係ですね、58.9% まで上がって急上昇してきております。あとは東濃が 50.0、西濃が 40.3 ということでございます。それからお亡くなりになった死亡例が4人ということで、90代の方が2人、80代の方が1人、70代の方が1人ということでありまして、この死亡例4、1日4人というのは本県としては最多でございます。まあ詳細調査中で、この後また堀市長からお話があると思いますが、まあ、目立つところでは山形市内の福祉施設、まあ、7人の新たなクラスターが発生と、同じく美濃市内の福祉でも8人の新たなクラスターが発生と、それから高山西高校については、2人増加して43人になりましたと、それから美濃加茂市の職場のクラスターでありますが41人に拡大をしたと、22人増えたということであります。まあ、というのが本日の感染状況の報告です。それから総理と1都3県を除く7府県との意見交換がございまして、ざっと30分程度ですかね、全体としては、総理の方からは国と自治体との連携と、ワンボイスと、ワンボイスで、国民に協力を呼びかけたいというお話がございました。特に、感染拡大防止という観点では、30代以下の若者に対する対策をよろしくお願いしたいという話でございました。また医療提供体制の確保も重要であるということで、幅広い医療機関に患者を受け入れてもらう必要があるということをおっしゃっておられました。また雇用と事業を守るという観点から、雇用調整助成金、資金繰り支援、あるいは時短の協力金、それから納入業者などの中小企業者への一時金等々、まあ考えてますという話がありました。それから新しい話として、この緊急事態宣言対象区域である11都府県、と国との間で、連携会議を設置するということで、そこで、まあ、実務的な議論をどんどん整理していこうということになりました。まあ、本県の場合は平木副知事が、まあ、これに参加するということになります。それから、まあ、各府県から、まあ、感染状況とか医療提供体制とか時短の効果とか、まあ、そういった、あるいは人手の状況とか、そんな話をそれぞれ、こもごもありました。私の方からは、まあ、感染状況、それから年末にやりました在宅年末年始対策、それから、まあ、99% までいった時短の効果、それから自宅療養者ゼロの取り組みといったようなことをお話をしました。また国に対しては、そうした自宅療養者ゼロのためのですね、まあ、医療機関の病床の確保とか、あるいは宿泊施設の確保ということで、さらに資金が要りますので、まあ、緊急包括支援交付金の増額とかですね、それから売上の減少した中小企業者に対する一時金の柔軟な対応とか、持続化給付金の支給とか、雇用調整助成金のさらなる延長とかですね、まあ、特例措置の延長ですかね、まあ、そういった要望を申し上げました。田村大臣からは、医療提供体制が逼迫した状況になるということで、さまざまな医療機関向けの支援策を準備しているので、大いに活用してほしいと、雇用調整助成金については、極力早く結論を出していきたいということでありました。
それから時短の影響を受ける中小事業者に対する一時金ですが、梶山経済産業大臣からは、とりあえず大枠を示したところではあるが、いろんな意見を聞きながら本日の意見も含めて今後詳細について進めていきたいということでありました。西村特命担当大臣からは、各府県の人手の状況について報告がありまして、昼間についてですね、まだまだ多いのではないかと、夜はかなり減ってきてはいると、しかしもっと減らす必要があるのではないかということで、人手を、今大臣としてはフォローしておられるようでありました。それから地方創生臨時交付金、これは私の要望であったわけですが、今後増額を進めていくという話がございました。それから特措法、感染症法の改正については早期の成立を目指していきたいと、与党内手続きは終わったということでありました。最後に菅総理からはですね、さまざまな要望についてしっかり対応していきたいということと、特に医療機関については、コロナ患者を受け入れているところが赤字になるのはあってはならない、しっかり対応していきたいということでありました。それからワクチンについて、今後具体的な話になっていくので、しっかりと体制整備をお願いしたいと、こういうことでありました。これがコロナ関係でございます。もう一つちょっと今日遅れましたのは、笠松競馬 の首長会議を急遽招集しまして、ご案内の、競馬予報違反の、不正事案の問題について、いくつかの報道もございましたが、調教師および棋士合計4人についてのことは、昨年の夏の段階で、状況が分かったところでですね、その他の厩舎関係者全員から、意見聴取をしですね、ルール検討もした上で対策をまとめたわけでありますが、今回、その辺の、意見聴取が十分でなかったというかですね、事実に反するような、説明で、が当時あったというようなことで、もう一回改めて、専門家の方々を中心にですね、第三者委員会という形で、事実関係の究明をしっかりやろうということで、合意をいたしました。来月の早ければ中旬、遅くとも来月末までにはですね、第三者の調査を終えて、これに基づいた再発防止策、あるいは関係者の法令遵守意識の徹底とかですね、そういったことをやった上で、なんとか、早ければ来月の中旬以降、遅くとも3月早々からはですね、笠松競馬の再開をしたいと、今回今このことで、まずは笠松競馬を止めましたんで、やはり信頼回復ということが大事でありますから、しっかりとした解明と対策をですね、講じた上で、その上でないと、開催はよろしくないんではないかということでありました。ということで合意をしましたので、第4級第三者委員会の調査委員会の構成を検討するということになりました。また事態の推移の中で節目節目でまたご報告したいと思いますが、今日のところはそういうことでございます。以上です。寺川さん、読売新聞、はい、読売新聞ご花です、はい、お願いします。総理との意見交換ですが、はい、国と11都府県の間で連携会議、はいはい、こちらはいつ頃に第1回を開催するとか、そういった話とかもあったんでしょうか。私の印象ですけどね、機動的に実務的な意見交換をですね、どんどんやっていこうという、そういう雰囲気でありましたので、もうすぐにもなんじゃないでしょうか。多分西村大臣のところで、事務局をやるとかですね、要の仕事をやっていただくんじゃないかと思いますけど、どんどんいろんな論点を煮詰めていくというか、議論していくというか、そんなことになるんじゃないかと思います。先ほど知事から要望されたことはご説明いただきましたけれども、大阪等ですね、知事からはどんな要望を国に対して行っていたかというのは。
さまざまありましたけども、やはり財政的支援が一番大事ことですね。それからあとはワクチンの体制作りというか、まだ全体図もよく分からないので、支給を示してほしいとかですね、それからあとどうでしょう、要望としては、まあそうですね、医療提供に対する財政支援、時短はどうも聞いてますと、8割ぐらいはやってるとか、9割近くまでいってるとか、結構進んでる感じしましたね、大阪、京都、都会含めてですね、進んでる気がしましたけども、そうはそうですね、雇用調整助成金の要望も結構多かったですね。はい、まあ、これも財政支援と財政支援なんですけど、1人2分ですからね、だからもうタッ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 とこう、まあ、それぞれ駆け足でご説明するって感じですね。あとはそうですね、結構やはり自宅療養者というか自宅待機者をかなり気にしているところがありましたね、はい、そこを、解消少しでも緩和するためには、やはりこれまでのレベルの高い病院、あるいは大きな病院だけではなしに、民間の病院にも広く協力してもらわなきゃいけないと。でその協力してもらうためにも、その財政的な支援とか、あるいは法的な要請に対する法的な根拠とか、あるいは一定のそういう法のディスプリンとか、そういうものが必要だっていう、議論が多かったですね。私の方は岐阜県としてはもう自宅待機ゼロでやってますから、なんとかこれをつなぎたいと。ただつなぐためにはベッド数も増やさなきゃいけないので、それに対する財政支援をしっかりお願いしたいと、こういうことになるわけですね、こんなところですかね。はい、笠松競馬のことですが、来月中旬、遅くても末には再開、3月1日からの会期がありますので、遅くとも3月1日の会期には間に合うように、きちっと整備をしていきたいということですね。はい、そのために第三者委員会を早急に開いて、再発防止に向けて意見を、これある種信頼回復の問題ですから、きちっとやらなきゃなと思いますね。委員会にはどういった方をこう構成員として、まず競馬組合の方で案を作ろうとなってますけども、中核にはやはり弁護士さんあたりがですね、座るんじゃないかと思いますけど、それでは各社さんお願いします。岐阜新聞さん。はい、岐阜新聞の下まで、2つありまして、1つは首相との会談の中で、自宅待機ゼロの方針ですとかをご説明なさったということですが、そういったことに対する国の評価っていうのはあったんでしょうか。その場所では特にコメントはなかったですね。ありました。はい、それとあと笠松の件ですけれども、知事の率直なこれの受け止めを教えていただけますか。なんて言いますか、この馬券購入についてですね、ある種 そのインサイダー的なね、疑念を持たれるっていうのはもう競馬を運営する上でですね、一番あってはならないことですから、ね、それぞれの人がこのそれぞれの判断で公平に判断をしてチャンスを伺って、それをその、楽しむというかですね、やるわけですから、関係者が、人の名前を使ってというようなことがですね、まずあってはならないことだと思いますね。そういう意味でこれは笠松町長、それ劇団町長さんも一緒に、3社でやってるわけですよ。これちょっと深刻に受け止めて、厳しく見ていく必要があるという、そういう認識ですね。
1回目の意見聴取っていうものの主体は岐阜県だったんでしょうか。競馬組合が農水省とかですね、それから地方競馬全国協会ですか、そういったところの指導を受けながら、聞き取り調査をやっているという、そういうことでやっていますね。それで、旧社の、被疑者はちょっと置いといてですね、旧社の関係者全員から、一種のこう誓約書というんですかね、そういう自分たちがそういうその競馬法違反をしていない、したことはないということについてのですね、誓約書も書いていただいて、それから面談で丁寧にそういったことを正して、でその上で判断したということですけれども、組合のスタッフとしては一生懸命おやりになったんでしょうけれども、今結局結果的には真実を十分聞き出せなかったということだと思いますね。調査対象者がどのぐらいいたとかいうのは他にですか。はい、これはですね、調教師20名、それから騎士14名、厩務員83名、117名を対象に、聞き取り調査やってますね。去年ですけどね。これはいわば被疑者が4人なんですけども、これは競馬違反ということで今別途事情聴取をやってるわけですけど、その方々を除く、旧社の関係者全員ということですね。となると117人のうち蓋を開けてみたら大体30人ぐらいの方がこういった所得隠しをしていたっていう、ちょっとまだですから報道では数字が書いてありますけども、私ももう一回調べてみないとそこは分からないですね。はい、分かりました。はい、この間ございますよ。話しいんですよ。朝日新聞の松山と申します。今の高松競馬の件にちょっと重ねて、質問させてください。本日の、首長会議があったというお話なんですけど、それは厚生団体となっている岐南町、笠松町と知事の3社で行われたという。3社と競馬組合。競馬組合は、あちらはどの立場の方が出席されているんでしょうか。競馬組合は、なんていうんだろう、あれは。管理者代行だな。管理者代行。一応管理者が今笠松町の笠松町長になってますね。で管理者代行ということで組合があるということです。それからですね、現時点で報道の範囲では10人から20人ほどの関与ということになってますけれども、先ほど知事がおっしゃったみたいに、事前に誓約書を書かれていると思うんですね、皆さん。で、一切関与していませんということを誓約しているはずなんですが、これもし今後の第三者委員会ですとか、聴取の中で、馬券購入に関わっている事実が判明した場合は、この方たちの処遇というのはどのような形になるんでしょうか。その判明した内容によりますけれども、何らかの処分は避けられないでしょうね。仮にそれが虚偽だったとするとですよ。となるとですね、もし仮にその報道が正しくて、10人から20人馬券購入に携わっていたとなると、かなり笠松競馬の運営にも影響が出てくるのかなと思うんですけれども、一応今のご意向としては、第三者委員会の結果を待って3月1日の会期までには、再開されるというご予定。その再開までにはまずその、解明、まず実態の解明をして、で解明をしたところに従って、再発防止策をきちんと打ち立てて、これを実行に移す体制に持っていくということと、それからその解明した内容に即して、責任の所在を明らかにすると、そして、必要があればその責任に応じた処分を考えていくということになっています。仮にその笠松競馬自体がもう今後運営を存続できないというような形になる可能性もあるんでしょうか。今私はそこまでそのあらかじめですね、調べてみないと分かりませんので、予断を持って望むわけではありませんので、そこはまずきちんとまず解明することは先決というふうに今は申し上げておいた方がいいんじゃないでしょうかね。あとその現時点で4人についてはすでに事件の捜査が行われてますけれども、それ以外の方たちについては多分まだ警察の方の捜査っていうのは及んでないと思うんですが、
その点についてはいかがでしょうか。まあ、そちら の, あの法律違反 の, あの対象がですよ、4人からさらに広がるかどうかというところはまさに警察のご判断ですから、まあ、そこはあの、まあ状況をフォローしていくというか見ていくということと、あとはあの税の問題なんですよね。あの馬券の問題ともう一つはあの税の問題がありますので、あの所得隠しというんでしょうか、あのこの問題はこの問題で別途国税の方で調べているわけなので、こちらも、まあ、あのフォローしながら、しかし、競馬組合は競馬組合として自らの、その、まあ、第三者委員会を力を借りにせよですよ、あのきちっと調べる必要があったと思いますね。どうかよろしいでしょうか。では以上をもちまして会見を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。